頑張れ、青人くん。青人くんたちは体中真っ青でした。顔も真っ青なので、ろうそくより真っ白で、目と鼻の穴と口がついている 3D ホログラムマスクをかぶって表情を作っていました。手や足やお腹などは地球に住む人たちと同じ形をしていました。そんな青人くんたちは、青人星という、いろいろ銀河の中にある、恒星イロボシの3番目の惑星に住んでいました。スーパーブルーは電子のようなものです。青人星では、スーパーブルーがエネルギーのすべてであり、青人くんたちの活力でもあるのです。残念ながら、いくら科学が発展した、青人くんでもスーパーブルーに代わるエネルギーを作り出せませんでした。青人くんは無事地球に到着しました。もしかすると地球にスーパーブルーがあるかもしれない。
青人くんは青人船とあまり変わらない地球の環境に腕をなで下ろしました。